はい。トシキ、俺はお前のこと、昔は好きやった。お前が伸びてるの、正直嫉妬した。ムカついた。お前がすげえなって思った。かっけえなって、ムカつくけど。すげえなって、嫉妬した素直に。まあ、配信者と動画投稿者やったら、圧倒的動画投稿者の方が今人気やし、当たり前やけど、配信者よりも動画投稿した方が伸びるから、みんなそっちをやるし、けど俺は配信者としてやってます。まあ、ギフト付きとかでやってるけど、それ関係なく、まあ、トシキもね、ギフト付きとかやってるけど、やるなら詐欺すんな。配信者の真似するなら詐欺すんな。お前はあくまでも動画投稿で有名になってるだろ、TikTok で。トシキ、詐欺するな。今のお前はただの詐欺師や。だから最近配信1週間ぐらいやってないけど、それはお前自分がちょっと悪いことに気づいてきたんちゃうの。詐欺して俺に拡散されてだんだん悪いことに自覚持ってきたんじゃないの。うん。トシキ、お前は詐欺なんかせんと、今まで通り昔の同様でスイッチ勢を守るかっこいい配信者で追ってください。お前は今ダサいです。クソダサいです。詐欺ばっかして。サムネ詐欺、タイトル詐欺、ギフト詐欺、スパチャ詐欺。フレンド詐欺とかね、そんなことばっかして久しぶりに宣伝したいです、はい、お前が詐欺せんくなって昔の都市に戻ってスイッチ勢守る都市になったら俺は応援できると思います。でも詐欺被害者がいっぱいいる中で都市どうするんや。ギフト全員に配って送り直すか。50人ぐらいおるから全員配ら。まあ50人の中にも数人は嘘つきおると思うけど、証拠付きで送られてるのもあるから、都市全員に今すぐギフト送って、構成して反省して昔の都市に戻ってください。 Fuck you。